はい、内畑です。今日はインスタグラムの運用の仕方について少し補習していきたいなと思います。やっぱこう投稿するだけでなくって、新しい機能を理解して基本的なコンテンツのあり方についてやることがすごく大事だなと思ってます。特に、これは Facebook もそうですけど、通常の投稿プラス新しいストーリーズの機能、それから分析っていう部分の中ではインサイト、これをきっちり使うことだと思います。特にその今この画面見ていただいたら分かると思いますけど、インサイトがパソコンで見れることになっております。そしてパソコンから投稿できること、そういう機能をうまく活用することによって、インスタグラムを使う目的、特にビジネス活用するときに本当の目的は何だろうということを考えることがすごく大事です。そしてインスタグラムもいいねの表示が消えてますよね。そういうのも理解して、インスタグラムはこれからどういうふうに変わってくるのかという話をですね、今回セミナーとかでさせていただいてるんですけど、画像から動画への変更、それからストーリーズへの追加機能、そこら辺をきっちり理解された上でやっていくことが大事です。そしてビジネスのアカウントの他にクリエイターアカウントというのができています。これはどういう意味なのかということを理解して、インスタグラムをうまくビジネスに活用することがすごく大事です。効果的な内容を投稿することによって、ユーザーとのコミュニケーションを取る、エンゲージメントを縮めていくということがすごく大事ですね。特に自分のメインターゲットはどこなのかということを確認しながら投稿する、そしてチェックすることだと思います。